こんにちは。23年9月29日の子供報道、スポティファイです。三井住友銀行が外貨建て定期預金の金利の引き上げを決めました。9月25日、1年もので 5.3% になっています。アメリカ、ヨーロッパの市場金利が上がっており、日本でも預金を受け入れるための条件を良くする必要があったということです。今までも金利差はあったわけで、それがこの段階で動き始めたということは、いい加減アベノミクスからはもう払えていこうということなんだと。アベノミクス終わりです。